こんばんは。ゆみりんが11時20分をお知らせします。やっほーやっほー。お風呂上がりではないです。さっき帰ってきました。うん、お疲れ様ってありがとうございます。いや、レッスンじゃないですよ。普通に自主練してただけ。そう、おきちゃんと同じ髪型。やだなぁ、おきちゃんと同じ髪型。おきちゃんが真似してきたから違うんです。なんかこれはどっちが真似したわけでもなく、私ちょっと違う仕事がありまして、そうパクチコなんかそう、本当にたまたまなんです。お互い髪をセットし終わった後に、私結構なんだろう、ギリギリになってしまって髪をセットするのが、そう、それでなんか、そう、エンジンしてた時にあれと思って、きちゃん一緒じゃんってあれって、あきちゃんもう真似してこないでよみたいなだから全然どっちが真似したとかじゃなくって、そう、なんかね、たまたま、本当にたまたま。しかもおきちゃんはこっちなんだけど、私はこっち。そう、窓閉めてるんだけどね、開いてたなかった、うっかりね、うっかりかりかり。もう可愛ないです。そう、寒くないよ。今日は福ちゃんと LINE せずに早く寝ない。なんで知ってるの？なんで知ってるの？福田か、福田か福田か。あかり今配信してる？さっき配信してたけど、私帰りながらあかりの配信ちょっと見てた。あかり配信してるかな。あ、もう終わっちゃったんだ。そう、なんか昨日てか最近まあ寝れないっていうのはなんかいろいろ言ってるんですけど、そう、なんかね、寝れなくってふと、なんか寝れなくってずっとゴロゴロしてて、本当に夜中に、結構もう朝なの夜なのみたいな時間に、あかりんから LINE 来てると思って返そうみたいな、結構前に来てたみたいな感じで返したら、寝る前にスマホを見ると余計眠れなくなる。そう、だから見てなかったの。だから見てなかったから、その何時間前に来たあかりんの LINE にその時気がついて、あ、返そうと思って返したらすぐ返信が来て、へーみたいな、そうなの。フォローしたってありがとうございます。そう、それでお互い寝れないねーみたいな。だから今朝早いから
なんかどうしよう、もう福田寝れないみたいな感じで言ってて、でもゆいみりんはちゃんと寝てみたいな、なんか猫ってなんかなんだろう、もうほんまに本当になんか本当になんかしょうもない話をずっとしてた。なんか猫は寝る子供なんだよみたいな、なんかあの時間だからこそ話せるなんか超しょうもない話、なんか寝る子供を略して猫じゃないみたいな、にゃーみたいなお互い言ってて、そう、でなんかプラナリア、プラナリアって知ってますか皆さん、プラナリア、にゃ、プラナリアって知ってる、まあ知ってるか、まあ知らない人は調べてみてください。なんかそう、切っても切ってもプラナリア、そうなんかこんなやつで、なんかあの切っても、切ったらね、うって切ったら多岐の二人で切るみたいな、なんか切っても死なないの。金太郎飴じゃないです、まあ調べてみてください、知らない人は。一般常識だと思ってた、普通に授業でなんか教科書とか載ってるから。そう、いやなんかプラナリア、まあ、アカリンをよく知ってる人は、まあ、アカリンの背景の絵にプラナリアがあることも多分知ってると思うし、そういろいろ知ってると思うんですけど、そうでプラナリアは好きなの私も。いや私もプラナリア買いたいとか言ってて、前話してた時にプラナリア、プラナリアみたいな言ってて、そうでなんかあかりんが私の好きなプラナリアのなんかスタンプがあって、 LINE スタンプがあって、でなんかそれをこう送ってくれたのいっぱいで、なんかえ可愛いと思って、なんかね、なんか LINE のコインって動画を見たり、まあ、したらもらえるじゃないですか。私ああいうの結構コツコツやる人で、コツコツ見てて動画見たり、なんかそう追加したらコインもらえますよとか言ったらちょっと追加しちゃう人なの。だから結構溜まってて、だから可愛いと思って、あ買えるじゃん買おうと思ってすぐ買って買ったって送ったそう、そうポイントとか好きな人。そしたら赤人に絶対朝起きて後悔するやつだよそれみたいな言われたそれどこで使うのみたいな。だからお母さんの返信とかにも使った、あれプラナリアだよ最近っていうか、今日の返信はだいたいプラナリアがついてる。そうユーミリンが1万人に増えてほしい。それはなんか嫌だな、滝野は一人でいいや、自分二人いたらめんどくさそう、なんかうるさそう、すごいなんかすごいめんどくさがり屋なんだけど、変に真面目なところがあって、自分でもすごいなんかなんかすごいなんだろう、だから滝野が1万人いたらちょっとうるさそうだなと思って、
なんかやっぱそう、なんかこだわるところはこだわるの。これなんかね、お菓子じゃなくてね、なんか噛んで飲める薬みたいな。なんで？今商品名をね言った人がいた。その通りです、はい。うーん、口内炎ね。口内炎はこっち。一回一錠を泡立ってるけどお茶だよ。お、インフルエンザの予防接種受けてきて、えらい、よく頑張った、えらい頑張ったね。うんうん、頑張った頑張った。今年も行かないけど行けないのかな私。去年いつ行ったっけね、去年いつ行ってた私ねえ、誰かねえ、誰か、私去年いつ行ってた？岩田と。岩田といつ行ってた？11月？STU は握手会でやらないんですよね。そう、もう握手会でやってたよ。それは多分 AKB さんだと思う。 STU はそう、あ、ユミリン新規なん、ユミリン新規なんで知らないです。じゃああれだね、今年無理だよ無理だよって言ってたらさあ、また来年教えてね。来年も私のこと応援してくれてたらだけど。ね、来年教えてね、今年の覚えてて、うん、去年なんなかったなインフル、うん、そうだ、うーん、お、同じく新規なのでって、お、はい、じゃあスケジュール帳に書いててください。また聞かれてもいいように。その月になったらそろそろ注射の時期だねとか言って私に通報されてください。はい、ピッ。注射という言葉は嫌いなので、はい、もう見えないようにピッて。罠やん。はい、うーん、ありがとうございます。だってお辞儀って、なんかそう、いつだっけな、夏？夏に一回点滴打ったことが打ってて、夏かな、夏だ、今年の夏。もうそう、実はそう、そうなの。まあもうなんか時効だから言えるけど、
そうなの。なんかその時にはなんかそうなんだっけな、そうでもなんか全然違ったのなんかね、そうめっちゃ可愛いってありがとうございます。そうそうなの、もうなんかね、あの点滴打つ前に血を取られたの私、あのなんだっけな、熱下がんなかったんだっけな、でめっちゃ高熱だったのかな、なんか東京いた時だ、なんか仕事が早く終わってその日で、なんかちょっと何日か前からまああんまり体調良くなくって、まあお仕事が早く終わったからちょっと病院に行きたいですって言ったの、なんか病院に行こうと思って、私そう体温計わーいっぱい熱があるみたいな、そうでまあね時間あるしね行こうってなって行って、その時点でもう結構ちょっとヘトヘトであーみたいな、でなんかそう、それでなんかまあ東京の病院わかんないから、このマネージャーさんとかにこう紹介してもらってっていうか、でそうそれでなんだっけな、あのテレビ見ちゃってた、そうでなんかお薬もらいたいなと思って、次の日も仕事だったからさ、そう金田智子さん見てました、そうあそう席止まんなかった時かも、いや違う、あ違う、その時じゃない、あれ違う、あその時あーうーん、あその時期でもその時期かも、そうでなんかそうでそう早くさ一刻も早く熱を下げたいし、なんかちょっと早く良くなりたいからと思って病院行ったら、いきなり腕をまくられて、いきなり消毒されて、いきなり血取られて、もうそんなこと聞いてないし、もうでもそんなもうなんだろうな、反感する力もないし、もうそうなんかギャッギャって、なんか なんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらって言ってて、みたいなしてたら、あっあっみたいな、そう血取られたので、血取ったあともう針を抜いてくれなくって、しばらくなんかそうもう血取ったから針縫い早くこのなんかね針を抜いてよと思ってたら、そうなんかガラ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 ってなんか点滴のやつが来て、なんかはい横になってくださいって言われて、その針の上になんかあるじゃん、なんかそのなんだろうな、その針で点滴打ったの、そうだからもうなんかはぁって感じ、へぇってそうね、 250ml、 でもそんなの知らない、もう何にも知らない、そうでなんかでもこのこれの痛い思いをしたら明日元気になるのかなと思って、エピソード楽しいわって、本当にでもその時は本当にちょっとしんどかったから
なんかしんどかったし、そう、なんかお仕事休みたくないし、その日は時間あったけど、次の日はもう時間がなんだっけな、次の日なんだっけな、握手会だったのかな、なんだっけな、そう、なんかだから、でなんかはあはあみたいな感じで言ったら、めっちゃお医者さんに笑われた。そうで、なんかなんだっけな、あ、咳出てたわその時。そうで、なんかなんだっけな、なんかとりあえずそこは診察室のそのベッドにいたんだけど、じゃなくってそのベッドの部屋のベッドに行って、なんかこうなんか移動しまーすみたいで、その時私初めてかな車椅子に乗った、なんかそう別に歩けるんだけど、そう看護師さんが車椅子を用意してくださって、そう一回も歩かなかった。あ、そう血抜いた後の様子見から、あ、そんな感じそんな感じそんな感じ、あ、骨折ったことないですよ私。でなんかあれ、レントゲンとかも撮った、点滴しながら。もうさあ針刺してるんだから、もうさあもうね、寝とくだけでもさあもう針ついてんのにさあもうね。そう、なんかあのなんだろうな、うん、レントゲンじゃないかもしんない、でもなんかされた。なんだっけな、そう、それでなんか結局どうなったんだっけな、結局結局でも2日後ぐらいにはなんか熱は下がってた、うん、あ、なんかねすごい私の体よしよしと思うのが、その次の日とか日中はすごい熱下がってるんだけど、なんか夜になるとギャンってなってみたいなのが何日か続いてたから、日中の仕事は行ってたの、日中だって熱下がってるし、そう。でもなんか夜しんどくってみたいなのが続いたな。あ、風邪あるある、そう。でもなんかそうだから日中下がってるから全然仕事に支障はないの。そうだからなんかよく頑張ったなこいつって感じ。そうちゃんと休めるときに悪くなって偉い偉いみたいな。いい子いい子。よくできました。そうだから私ね、まだ1年半するけど、まだ体調不良でレッスンも仕事もまだ1回も休んだことないです。都合のいい感じ、都合のいい感じって、髪型かわいいって、ありがとうございます。そう、皆勤賞、そう、まあ、基本的にはそこまで体は弱くないので、うん。お、履歴書に書いていいぞ、わーい。でも私ね、あれだよ、毎年インフルなってたよ、毎年インフルになって
たよ。小学校中学校高校も なってたほぼ毎年だから。小学校の時はだいたいインフルエンザ両方なってた。 A も B もみたいな感じで、なんか B にかかって、なんかさ、インフルエンザってさ熱下がって3日間ぐらいさ家にいないといけないじゃんか。それでなんかこう学校に行ったら夜めっちゃしんどくなって、病院行ったらインフルエンザですねって言われて、でもママがでもこの子なんか昨日までインフルエンザ B にかかってたんですって言ったら、あ、次は A にかかってますねみたいな。もうすぐ金ホイホイ、金ホイインフルホイホイだったの。あ、でもね、インフルエンザの予防接種は毎年行ってたの。てか行かされてた。そうえ、あ、流行に敏感な、そう、ちょっと流行に敏感なんで私。そう。なんかそうだね、うん、インフルエンザの注射は毎年打たされてた。でも注射打ったらなんか今と思うと可愛いんだけどさ、小学校の時とかさ中学校の時とかさ、インフルエンザの注射打ったらさ、ママが帰りにお菓子買ってくれてたんだよね、1個。だから注射打つ時になんかお菓子買って帰ろうねみたいなので、打って痛いとか言いながら、お菓子どれにしようかなみたいな。お菓子なんかで、いや、お菓子いらないから注射打ちたくないよね普通。そう、いや、お菓子我慢するしみたいな。今だったらそう、お菓子一個だよ。しかもなんかうちそんな、なんだ、100円以下とか、なんか暗黙の了解じゃないけど、暗黙の了解じゃない、言われてた。お菓子は1個100円以下みたいな。でなんか税込みで100円超える時とかあるじゃん、108円とかいう時はなんかここそーっと。そう、んーね、インフルエンザ歩みに押しなのか。あ、でも ST 入ってから押してくれてないですね、ありがたいことに。ありがたいことに、嬉しい。推し変されたのか。でも ST は去年誰もかかってない気がする、インフルエンザ確か。そうだから、そう、船を降りたのかな。はーい、インフル DD です。あ、もうそれはそうじゃんね。そうだから、博士会とかもね、多分これからも休むことはないと思うから、まあなんだろうな、めっちゃよっぽどでなんか仕事でとかだったらもしかしたらね振り返りになっちゃうことはあるかもしれないけど、なんか多分体調不良でっていうのはないと思う。うん、あ、そう、喉ね、そう、喉がなんか、そう、喉が弱いんだよな。だからそう、声は出なくなるかもしれないけど、まあ体は元気なんで。あ、ハードル上げないでいいよって、ありがとうございます。じゃあ体調悪くなったら休みます。
でもなんか腹式呼吸って言われるけど、私腹式呼吸サックスやってたから基本的にまあできるんですよね。もう52分だ。え？すごい。40分間で9000人の人が。確かに休む勇気も大切。本当にそれはそうなんですよね。そう、本当にそれはそう、それは思うんだ。休むってさ、そう、なんか楽なことじゃないんだよね。うん、それでだってさね、こう体調めっちゃ悪いしけど行きたいけどってなってさ、だってめっちゃ体調悪いのに行ったらさ、あれじゃんね、ファンの人にうつしたら嫌だしさ、そのファンの人からさ、その人がめっちゃ本当ななんかね、いろんな人に行く人だったら本当にいろんなメンバーにうつっちゃうしね。うんうん、そう、皆さんいろんな人のところに行くからねえそうなの、聞くってそんなことないよそう、そうだねって、うんうん、まあでも会場さあね、会場にあんなに人がいたらさ、あれだよね、すぐ映っちゃうよね。うんうん、コイントス、まあ推しは多いので、まああれですよね、いろんなメンバーのいろんな魅力的なところに気づける方なんですよ。うん、すごい、体調悪かった日はメモしてます。すごいね。なんか、なんか幼稚園の時に1ヶ月休まなかったら解禁シールみたいなキラキラのシールをもらえて、こんなやつをなんかもらえて、でも私なんかちっちゃい頃あんまり体強くなくって、だから全然もらえなかった。あのさあ、なんか残ってるんだけどさ、手帳とかがなんか体調不良に休み、インフルエンザのためピーみたいなあの線、めっちゃ線が引いてある、あの日付のところに、うん、そうそう、7人までは魂だもん。あ、7人は魂じゃないですよ。でも DD でもない、ND です。何人か好き、うん、体調悪かった握手会行かないで、まあそうしてくださいね、お互い無理は良くないですよね。はい、そう、7人ぐらいじゃ DD は名乗れない、そうですね、まあ7人ぐらいじゃ DD は名乗れないですよ。 AKB グループ48グループ何人いると思ってるんですか。300人以上ですよ、今400人ぐらいいますよそんなねえ、はい、じゃあランキング読みます。第13位、アーリーさん、山口県在住ありがとうございます。第12位がハムさん、ありがとうございます。第11位がリュウ・ショウキンさん、台湾の夢に推し、ありがとうございます。第10位がアルトさん、よいしょ、リュウヒナ推し、ありがとうございます。第9位がナリバーさん、ユミリンのおかげで、瀬戸内グルメに詳しくなったよ。おー、ありがとうございます。そう、私が今日ねツイッターに載せていた鯛めしもすごく松山で有名なので、ぜひよろしくお願いします。第8位、まっちゃん0058さん、ありがとうございます。第7位、なおさん、自分はグミとハイチューないと注射行かなかった気がする。おー、いいですね、ありがとうございます。
第6位、第1弾、最近ミリに会えないのは辛いけど配信で癒されてます。おお、癒されてください、ありがとうございます。第5位がアレンジマンさん、ありがとうございます。57分。第4位がハルミンさん、滝の山子神押し、ありがとうございます。第3位が、のぼちんさん、松山ありがとう、明日誕生日なんです。おお、すごい、語呂のいい日、おめでとうございます。第2位がひっとみさん、ありがとうございます。そして第1位が、おお、トムさん、ありがとうございます、ありがとうございます。イエー、嬉しいな、おめでとうございますって。あ、ゆっくり休んでね、ありがとうございます。なんだかんだでね、そう、なんか寒くなったり暑くなったりする時期なんでね、お互い、あとはすごいなんか乾燥してきたからね、また風が流行る季節になってきたので、お互いね、体調には気をつけましょう。まあ、たまには皆さん自分をいたわってください。そう、健康第一でいきましょう、そう、このあと瀬戸チャレ0時35分からあずさとハートを探す旅に出てます。ハート、はい、カノンも見るかな。はい、あ、今日の髪型好きって、ありがとうございます。イエーイ、そう、バナナのたたき売りとかもしてましたね、え、頑張ってきてね、ありがとうございます。あ、58分。ユミリンのハートは皆さんの上にあるピンクのハートです。ここにある白い方はピンクにあ、よろしくお願いします。お、あと何秒だろうな、わははは、座布団1枚、わーい、ありがとうございます。あ、もちろんピンクだよって、嬉しい、そっくりピンクですよって、わーい。お、じゃあ皆さん今日は最後までありがとうございました。すごい、1万人の方がありがとうございます。明日も頑張りゆみりん。じゃあおやすみなさい、バイバーイ、おやすみなさーい。